ジェフ・ラングドン。13番ジェフ・ラングドンさん、カナダ。カナダのジェフ・ランドン、22歳、去年の世界選手権第9位。このランドンも右回転逆回転の人です。スピードをつけてトリプルアクセルは失敗。コンビネーションに持っていけません。フリップは成功しました。前のキャメルスピン、ダブルアクセル。サーペンタインステップ。フライングキャメルです。曲はレッツゼアビードラムス。独特の表現、ストレートラインステップ。8つの要素を演じ切りました。しかしカナダの選手団も少しあのジャンプの失敗にショックを受けたような表情も、また逆に盛り上げる選手もいます。立ち上がりのトリプルアクセルからのコンビネーションジャンプの失敗、これが非常に大きな印象を作りました。彼は逆回転ですから右足で踏み切ります。遠くへの距離はありますが、少しどうでしょう、高さが足りなかったように思います。その後のこのサーペンタインのステップですが、これは非常にリズムよくうまく刻んでいきました。今年の目標は、今シーズンの目標は98年のオリンピック世界選手権への出場。まあ、カナダといえばエルビス・ストイコ、そのストイコのコーチが右のダグ・レイさん、同じコーチのもとで、ですからストイコの弟弟子という形になるわけです。世界ジュニア選手権にもずっと出ていますが、初めて出た世界選手権ローザンヌで 9位、ショート11位、フリーで9位と追い上げてトップ10入りをしました。その時本田選手が10位。ジャンプには自信があっただけに、コンビネーションの失敗はちょっと、先ほど前の選手の得点がなかなか出ない、
待たされた形にもなりました。精神的な影響があったかもしれません。技術点は4点台の前半、そしてプレゼンテーションは上がる5点台が出てきます。 5.4 という数字も見られます。ルーマニアのジャッジでしょう。かなり厳しい評価になりました。この時点で8位です。ランド。